こんにちは。朝日鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、金縛りについてお話をします。金縛りっていうと、幽霊の仕業だったりとか、ちょっと怖いようなオカルト的なイメージをお持ちの方も多いと思うんですけど、実はですね、最近の、体だったりとか脳の研究によって金縛りがなぜ起こるのかっていうメカニズムが、結構はっきりと分かっています。そしてですね、金縛り、結構かかる人が多くて、データでは、日本人の、4人に1人が死ぬまでのうちに一度は経験したことがあるっていうふうなデータも出ています。で、金縛りになってしまう原因っていうのは、例えばこう夜更かしをしていたりとか、あとは睡眠の寝る時間だったりとか起きる時間が不定期な人、こういうふうな人は金縛りになりやすいです。なぜこういうふうな人が金縛りになりやすいのかっていうと、この睡眠のリズムの中で普通規則正しく寝ている人っていうのは、睡眠にこう寝入ったと同時にこう深い睡眠にこう入っていくんですけど、睡眠のリズムがまちまちだったりとか寝不足の人っていうのは、ここで夢を見るようなこう浅い睡眠のまま行ってしまいます。で、この浅い睡眠っていうのが癖物で、この状態になってしまうと夢を見やすいとか、あとは脳がちゃんと深い睡眠に入っていないので、脳の誤作動によって体は寝ているけど意識が覚醒してしまうというふうな状態になってしまいます。で、これらが合わさることによって金縛りっていうふうになってしまいます。じゃあこの金縛りっていうのはどういうふうにすれば予防できるのかっていうと、一つは今も言ったみたいに、こう睡眠のリズムをちゃんと整えてあげるっていうことがまず一つです。あとデータ的に仰向けに寝た場合っていうのが、呼吸が横向きで寝るよりも仰向けに寝た方が浅くなったりとか、あとは仰向けに寝た方がその扁桃体って呼ばれる頭の中の記憶だったりとか感情を呼び起こすような部分が活発に働いていて、反対に横向きに仰向きに寝るとその扁桃体が活発に働いて、横向きに寝ると扁桃体が活発に働かないというのがあります。で、扁桃体が働くことによってこう恐怖心だったりとか怖さとか何かしらの感情っていうのがあるんで、仰向きに寝るよりも横向きに寝た方が扁桃体の働きだったりとか呼吸もスムーズになるので、仰向けよりも横向きで寝た方が金縛りになりにくいっていう風なデータも出ています。ですので、金縛りになったりとか、金縛りになるのが怖いなっていう方はこの方法を試してみてください。それでは皆さん、また最中お会いしましょう。さよなら。